全日本フィギュアシニア強化合宿公開練習、笑顔で練習する、左から、三原舞依、本田真凜、紀平梨花、白岩優奈、友野一希、撮影、小海と吉見希、写真を拡大フィギュアスケートの、全日本シニア強化合宿が24日、長野県軽井沢町で公開され、17年四大陸選手権優勝の三原舞依、18イコールシスメックス、が、体を治したい、と、新たな敵と戦っていることを明かした。関節に痛みを起こす若年性突発性関節炎と向き合いながら競技を続ける高難第1年生。ただ、服用している薬に副作用が出て、アレルギーがひどい、と顔に湿疹のような症状が出ている。チークを塗っているわけではないんですけど、というほど、赤みを帯びていた。今まで使っていた薬が悪い方に言ったので、新しいものにしている。4ヶ月この状態。でも、チーク代は浮くかな、苦しい状態ながらも、明るさを忘れないところが、表情の天使、と言われるゆえん。今季から、ジャンプのルールが変更され、出来栄え点がこれまでの7段階から11段階になり、より質が問われる。三原は、綺麗にジャンプを降りられれば5へ、出来栄え点をもらえる、と完成度にこだわる考え。